馬場選手やっぱ伸びてますね。まあ第1試合は見ててすごく新日本らしい試合してるなと思ったし、まあ今分の勝負でやりましたけどね。まあだんだん前に前へ出ようとするっていうのは、まあ、そういう気持ちは正直伝わりましたね。まあいろんな体力とか体力不足とかそういうものはまだ仕方ないかもしれないですけど、まあ、そういうものを仮に無謀にもやっぱどんどん前に出ようとするっていうのはやっぱ若い選手に強化できるなと。新日本プロレスは安泰なのはこういう底辺がしっかり育ってきているからっていうのを感じる試合だったかなと。もし試合やって感じるものは全くなければそこでも潰しちゃってもいいのかなと思いましたので、そうはさせない気持ちっていうのは正直伝わってきました。まあ、ネットですか。まあ、次はバイオフゲートのタッグ、そういえばそうですね。やっぱ新入の若い選手の底力というかね、その本当の強さってものをやっぱり他団体の選手に見せてあげる上で、決して僕は僕のパートナーの抜擢でも何でもないと思います。そういうものを、まあ、彼が兼ね備えているからこういうカードも会社が組んだんでしょうしね。思いっきりその海援隊の選手ですか、どうぞ十分見せてあげて、で彼の手でね勝利つかめば、掴めればいいんじゃないですか。やっててね、歯が良ければ歯が良かったらもうそこで潰しちゃおうかなと思ったけど、そうはさせないやっぱり気迫とかそういうものを感じたし、まあいい汗かいたかなって感じですね。そういう意味では以上です。またしても偉大な先輩永田裕二を超えることはできなかったけど、たくさんシングルして今回もライオンズゲートで組ませていただくね。そこで絶対金星上げてもっともっと上行ってやる。こんな悔しい形で終われない。もっともっと食らいついて、もっともっと上に行って絶対チャンピオンになってやるんだ。